さあマッチングしました。ソユさん対戦お願いします。はいはいはい、カズヤね。いやもうこいつ笑ってらんないレベルくらいで最近大量発生してない？最近というか、まあ、前から大量発生してたって言われたらそれはそうなんだけど、な日に日に増えてってる気がするんだけど。それでもマッチングしない日なくない？てかマッチングしない日ないくらいにいるってやばいだろ。任天堂これ把握してるだろ。ちょなんとか調節してくれ。別にカズヤ戦うのそんな嫌いじゃないんだけど、なんか本当に3試合に1回くらいの頻度でマッチングするからさ、さすがに多すぎるんじゃないでしょうか任天堂さんよ。しかもこの戦闘力帯になってくるとマッチングするカズヤの6、7人に1人くらいの割合でヤバいカズヤがいる。これカズヤあるある。さあこれ大砲で吸い込んで操作してここの復帰借りたい。うわぁ何もできねえ。怖い怖い怖い、もう決めに来てるやん。いやーそのビーム痛い。ビーム打ってくんな。しかもレイジ溜まった。この試合終わったら任天堂に伝達してくるわ。みんなの声を代表して、ユーザーのみんなの声を代表してね、俺がちょっと言ってくるわ、物申してくる。カズヤちょっと減らしてって。別にナーフしなくてもいいから減らしてっていう。そうするだけで救われる人たちは多分数多くいるはず。あこれ水を呼吸11の方なぎ、ゴキブリホイホイじゃんこれ。ほんまによくカズヤに決まるな。戦場パルテナか、ちょだるいな。これもちろん狙うわ。あー挑戦状戦場専用即死コンボから入ろうかなって思ったんだけど、普通にオート照準で阻止された。あこれうますぎる。ぼったくったぜ。これが俺のキンクルだ。関係ねえ、パルテナだろうが天井だろうが挑戦状だろうが関係ねえ、ぶち壊すだけ。ぼったくり、ボリのキンクル、ぼったくり条例違反、犯罪者、犯罪上等。どんどんぼったくってくぜ俺のキンクルはな。歌舞伎町のヤバいキャバクラ並みにぼったくってやるぜ。行ったことねえけど。水の呼吸師の方、霹靂一閃一連。久しぶりにこれ完全炎症した気がする。鬼滅の呼吸も終わって、鬼滅の呼吸ね、鬼滅の刃もとっくに終わってて余裕でブームを過ぎ去ってるから、なんかその中で水の呼吸とか言ってんのちょっと恥ずかしいから最近炎症しなかったんだけど、これ解明案件か。さあでもここまではいい感じにぼったくれてるからサンタジが狙えるんじゃない。ああ3立て狙えるんじゃねえかって言おうとした瞬間ってか言いかけた瞬間にバーストされていく。これがフラグ回収の鬼たるゆえん。そういえば前々から話してた専用部屋配信なんだけど、9月21日の水曜日19時、これ横水、いやー入らないか。はい、で専用部屋配信なんだけど9月21日水曜日のね19時半夜の7時半からやろうと思ってるんで、ぜひ来てください。あとコメントで何のキャラで来るかぜひ教えてください。対策するんで。お、これは持っていく、ぼったくり条例違反キンクル。天然記念物さん対戦お願いします。さあガノン来た。うわここちょっとつぼしから行こうと思ったが華麗になされていく。え 65%! ちょこれまずい。開幕 65% まずい。しかもガノンに対してちょそんな、うわ一回ミスっただけでそんな来る。ちょ完全に主導権持ってかれてんな。こっから流れを引き戻すは。何やってんのこいつ。ちょっと待って、こいつやばい。ステステ煽って、ステステミスって死んでった。こいつ顔真っ赤だろ今。ちょマジか。愚かすぎる。ハヤトさん対戦お願いします。これハヤトってあのプロ野球選手の、某プロ野球選手のお尻の穴確定させちゃった人かな。本人確定かこれ。そして使ってるキャラもお金玉デカオだし、いろいろ情報量が多すぎるんだが。例えば俺この間友達と一緒にプロ野球の巨人戦見に行ったんだけど、東京ドームに。で野球場ってさ、なんかグッズで選手のユニフォームみたいなの売ってるじゃん。でそれを友達と一緒に買ってきて、でその自撮り写真をねツイッターにフォローしてくれてる人限定でアップしたんだけど、なんかそれめちゃめちゃバズって、フォロワーしか見れないはずなのになんか2000いいねくらい来て、でリプも150くらい来てて、めっちゃバズってたんだよね。まあよかったらあの概要欄からツイッター飛べるんでフォローしてぜひ見てください。しかもその後エクスタシーってツイッターでエゴさしたら、なんか俺のフォロワーが俺のその写真を勝手にスクショしてツイートしてたんだよね。それ本当に困るからやめてください。ちょっとここで注意喚起させてもらうんですけど、フォロワーしか見れないようにしてるんで僕の写真はね。だから勝手になんかそうやって晒されると困るんですよね。だからそういうことやってる人本当にやめてください。困ってますんで。さあ倉庫行ってる間に試合も終盤に差し掛かっていると。
もうそろそろこれ相手五感奪われ始めるんじゃないか。ああちょっとわけわかんない行動しちゃったよね。どうやら視覚が奪われ始めているようだ。あその場ねお前の復帰奪わせてもらうよ。うますげえ。カズヤ来たよ。こいつマジ何回俺の動画に登場するんだ。え 22%? 今の一撃 22% 食らうの。火力鬼すぎだろこいつ。そういえば前の動画にツイッターの写真見たんですけど、カズヤに似てますねってコメントあったんだけど、似てませんよカズヤに。ジョーカーに似てるねっていうのはよく言われますけど、そいつ本当に俺のツイッターの写真見たのか。見たんだったらもう目が腐ってるとしか言いようがないんだが、それか思いのほか俺がかっこよすぎてそこから来る嫉妬心からそういうこと言っちゃったのかな。まあ、とにかくあのカズヤに似てませんからね僕。さあまずここ下地までぶち壊していく。とりあえずカズヤ、動きがやばい。水呼吸11、今完全に水呼吸11の方コース。わあ、カズヤって一気に追いつかれんだよな。リードしてても丸々1ストックリードしたとしても即死コンボで追いつかれる可能性をはらんでるからなかなか危険なんだよ。もう最後まで気が抜けない。あっ、いやーそっちそっちか。こいつ分かってるな。なぎ対策がされてる。さあ 61% 対 47%、 ここはねやっぱストック常に優位に取っていきたいね。うわっ、さあこれ叩きつけて、これは先にこのストック取らせてもらうよ。うわっそっちか。103% 対 107%、 ここは耐えたんだけど。え、下スマも耐えんの。さあこれ上スマ間に合っていって、さあここは即場さえるわけにはいかない。怖い。とりあえず下スマ、困ったら下スマ、このストックでもう決めきるくらいの覚悟じゃないとワンチャン負け。あっ、もう足引っかかったら終わりって。ちょ頼むよ任天堂。ちょ伝統するの忘れてたわ、さっき伝統するとか言ってたけど、多分この動画が皆さんの目に触れてる頃にはもう俺の伝統は終わっているでしょう。うわなんかナギが全然コース決めてくれない。やばい。ってか俺 76% 食らってんだか。ちょ怖いんだけど、とりあえずこれそう出してここの復帰借りたいね。うわまだ生きるか。いやこれメンタル的にちょっと不利。怖い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 。もう引っかかったら終わりっしょこれ。これここなんですよね。もうデータスマブラで分かってるんですよ君のデータは。適当に喋ってるように見えてちゃんとデータを取っていた。ド M 系レオさん対戦お願いします。名前やばすぎだろ。はい、まずはちょっと盲信決まっていて 31% おいしい。これメンメンもね流れ取られちゃうと一気に火力出されちゃうキャラクターなんで。うーわとか言ってる間、61%。 別に今流れ取られたわけじゃなくて、ただ単にワンコンボ食らっただけなんだけど、それで 61% ってぶっ壊れてんなこいつも。ちょもう DLC 消そうぜ。あーちょこれ終わった。うわ終わった。はお前ここで、こいつムカつく本当に。ここで煽ってんだけど、お前俺が蘇ったら絶対殺すからお前待っとけ。今煽ってろそうやって。はい殺しに行きます。はいこっからなんなのこれ。屈伸からのステッセって最近の煽りのトレンドなん。みんな同じことしてくるやん。はいまずは1ストック。言ったよなお前を殺しに行くって。おいおい大丈夫か、余裕がなくなってきてんじゃねえか。さっきまでは随分と楽しそうみたいだったけど、お前の楽しい時間は終わった。ここからはお前にとって地獄のショータイムの始まりだ。全国のみんなが見ているよ、お前が俺を煽った罪で処されるところを。さあみんなお待ちかねのショータイム。ここは大砲を構えておく。さあ攻撃上がりとジャンプ上がりを奪った。次は回避上がりで来る確率 100%。 データは嘘をつかない。ベレートだっけこれ、ベレースだっけ。分かんなくなっちゃうんだけど、ベレースか女だからス、女がスだっけ、男がトーだっけ。ちょ分かんないけど、ベレスかベルトさん対戦お願いします。なんか今日の撮影俺そんな叫んだりしてない気がするんだけど、喉が終わってるんだがなんでだろう。なんか今日のうわあそこ横スマ合わせてくるベレスかベレト、うますぎ。さあ決めるよ、水の呼吸をしのかヘキレキステム、まだかからのこのコースは。え今完全に俺のベレツかベレトの復帰阻止コースだったんだけど、やばいやばい。丸々1ストック差がついていく。こっからの活路を導き出せ。あのルートしかねえ。
まず1ストック落として、そこからワンターンで殺す。こいつ証拠にもなく攻撃上がりしてきたわ。うわ、今普通にヘキリキッスやんとこよかった。いやー、これ彼ね怖い。うんこ。はい、ということで今回はこんなところで以上となります。まだチャンネル登録とね高評価してないよって方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとねツイッターのフォローも概要欄からいけますんで、そちらもぜひお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。エクスタシー。